てんのか。何見てんだこれ。ただじゃ済まさねえ。おいよ、私の番ね。ザーク、俺の番ね。俺の番だな。一つ上の男。何見てんの？兄ちゃん、財布を舐めるな。余裕余裕。おい、来た。してみろ。見てろよ。ほら、来いよ。やめちゃう。見ろ。ほら、来いよ。やめんなよ。よし、行くぞ。決まったか。強くなったか。またいい女になっちゃった。いいな。おい、
おい、ありがとう。おう。ん？なあ。ああ。いや。それじゃあ、柿の実、なんとか持ちこたえてはいるが、かなこちゃんはどうなっただろうか。無事に手術が終わってりゃいいんだが。春日さん。ん？かなこちゃんの親父さん。かなこちゃんはどうなったんだ。
ちゃんと手術はできたのか。え、おい、まさか。かなこ、おいで。かなこちゃん、元気になったのか。ええ、窓の外ばかり見て気持ちが沈んでいた娘でしたが、ここ最近は窓を見るたびに笑うようになりまして、無事に手術まで終えて歩けるまでになったんです。そうか、よかったな。それでかなこがあなたにお礼を言いたいと。俺に？春日さん、ありがとうございました。私のために柿の実を守ってくれて。いや、大したことはしてねえよ。ううん、とっても楽しかった。あなたが柿が落ちないように力士と戦ったり、おもちゃの銃で撃たれたり、五寸釘男を慰めたり、それを見てたら笑えてきちゃって。外の世界は面白いことがたくさんあるんだな、まだ死にたくないなって思ったんです。そうか、頑張った甲斐があったぜ。でも手術しなかったらもっと面白い春日さんたちの姿を見られるかなって少し思っちゃったけど。おいおい、勘弁してくれよ。冗談ですよ。いい顔で笑えるようになったな。でもこの木にも感謝しないと。今の私があるのはこの柿のおかげですしね。ああ、そうだな。せっかくだし、あの柿食べてみるか。え？食べちゃうんですか？もうかなこちゃんには必要ないもんだろ。それになんかうまそうじゃねえか。実は春日さんが柿食べたくなっただけなんじゃ。バレたか。まあちょっと待ってな。おお、いい感じに熟れてそうだな。かなこちゃん、先に食うか。あ、私は後でいいですよ。春日さん食べてください。柿を守った功労者だし。そうか。じゃ、遠慮なく。なる。これ渋柿だだと思った。そりゃねえよ、かなこちゃん。不気味よね。何なのかしら。あれ、やっと見つけたぜ。違うって。
だって？ありがとな。おい。ん？任せとけ。何か。残念ですが、申し訳ありませんが、いかがでしょうか。こちらになります。申
し訳ありませんが。応援しています。目点と痛い目に相手にならないんじゃない。おい来た、ほら来いよ。じゃあ来る、ほらほら見てろよ、かかってきなよ。
ありがとな。そう。なあ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。ちょっと腹減った。ストリップ劇場か。年季の入った建物だな。おい一番、アルバイト募集だってよ。ほう、時給900円か。ここで働けばお金ももらえて一石二鳥じゃねえか。一石二鳥？お金稼ぐのと、もう一つは？それはその…喧嘩売ってんのか？何見てんだ？早くんをしよう。ビビってんのか？おい、来た。
自分舐めてんだってやねおいお前ムカつく顔してんな発散させてもらうしねえぜ俺の番ねやってみろ見てろよよし行くぞほれほれこっち見ろ見せてやるよやりゃやけだやってやるぞ私の番ねとっておきやめんなよてめえ逃げるなら今のうちだぞ俺の番かおい来たやめんなよ俺の番だよはい今日も出来上がれと悪いニュースがある。なんか始まった。って言われたらどっちから聞く？海外ドラマでよくあるやつ。私は悪いニュースからかな。嫌なことは先に終わらせたいから。俺も悪いニュースからだ。後味悪いのは勘弁だからな。俺はいいニュースから聞くぜ。好きなもんを先に食うタイプだし。それで足立さんのいいニュースと悪いニュースって何なのよ？いいニュースはみんなのことをまた一つ知ることができたことだ悪いニュースはこの話にはオチがないことだ無駄な時間過ごしちまったまだいける調子いいみたいよあんたこの前の監督が全部ゲロったよえもうすぐ記事になってあんたへの風評被害も終わるこれで球界復帰できるなよかったじゃねえかいやあれはやはり俺が悪いんだプロの選手にも戻るつもりはないななんでそこまで意固地になるんだよ確かに監督に指示されたのは事実だだがそれを断れず実行したのは俺自身だ監督が何を言おうと俺が実行しなければ事件は起こらなかった野球ってのは神聖なものだ俺は野球を裏切った世間がどう言おうが俺に野球をやる資格はない花山という素晴らしい選手を潰してしまった俺なんかになおいおい、人を勝手に潰れたなんて言わないでくれよ。あ、花山。相変わらずの頑固者だな、安西。花山、本当に申し訳ない。安西。俺はお前の大切な野球を奪って、どれだけお前が野球を好きか知ってるはずなのに、本当に。本当にすまなかっただからさ勝手に人を過去の人みたいに言うなよ俺は潰れてもいねえしお前に野球を奪われてなんかいねえぞ確かにまだ痛いけどよ俺は絶対にこの怪我治してまた球場に戻ってみせる俺が治らねえとファンも悲しむし
大事な友達もずっと暗い顔したままになっちまうからな。あの山、お前が戻るのか戻らないのか、それはお前が決めればいい。だが一つだけ覚えておいてくれ。俺は復帰したグラウンドにお前がいてほしいと思ってるってこと。あの山、うじうじしてても償いにならないぜ。償いたいならプレーで償いよ。お前は野球選手なんだから。ほら顔上げろよ犯罪、気にすんなって。また野球やろうぜ、一緒にまた這い上がろう。なんで、なんでお前は俺なんかを許してくれるんだ。だって俺たち友達だろ。花山ありがとう。最近涙腺が緩いぜ。いらっしゃいませ。いただきます。いただきます。ごちそうさま。ありがとうございました。